アイテム番号 SCP-1900。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-1900 の培養物及び感染したハードウェアは研究目的でクラス4バイオハザード手順に沿って G2 区画15へ移送すること。インターネット接続可能な電子機器を G2 区画15に設置することは許可されない。すべての区画の担当者で、SCP-1900 にさらされた結果、病変、水泡、頭痛、ないし発作を報告する者は検査を受け、感染が判明した場合無期限の防疫措置を取り、当人の所持するインターネット接続可能な機器をすべて破壊する。SCP-1900 がすでに市中に拡散しており、際立った兆候が見られず、また犠牲となったシステムから根絶するのも困難であるため、これ以上の感染拡大を防ぐことを隔離措置のポイントとした。財団は主要なコンピュータセキュリティ企業に接触し、ウイルス対策ソフトが SCP-1900 をブロックするよう措置を取らせた。市民がファイルを開きコンピュータが感染することを防止する社会プログラムも進行中である。加えて SCP-1900 の悪影響を抑止するワクチンソフトも開発中で、このワクチンはインフルエンザの毒性に対するように広く有効であるよう作られねばならない。SCP-1900 の原因となった当事者たちへの追及の試みは現在進行中だがこれまで成功していない。財団は捜査中の各国政府に対し拘束した者たちを財団の監督下に置くよう要求した。説明 SCP-1900 は人間にもコンピュータに対しても感染する病原体である。そのため、SCP-1900 の個体には2つ形態があり、1つはウイルス、もう1つは悪意のあるプログラムである。未解明の方法により、人間とコンピュータ間でも伝染する能力がある。SCP-1900 がソフトウェアの形態を取るとき、サードパーティコントロールを感染したコンピュータに移情する、トロイの木馬、のような機能を持つ。一度コンピュータに接触すれば、SCP-1900 はほとんどの標準的なウイルス対策を無効化させ、デバイスの初期解体では除去することが非常に困難となる。SCP-1900 はそのコンピュータで有効なあらゆるメールアカウントを用いて、添付ファイルとして SCP-1900 を含んだメールを配信する。SCP-1900 に感染したコンピュータは分散型ボットネットを構成する。SCP-1900 は理論上、任意のリモートソースに対し感染したコンピュータの全コントロールを与えることができるが、そのようなケースは未だ発見されていない。SCP-1900 が病原体の形態を取るとき、これは単純ヘルペスウイルス、HSV、に似た DNA ウイルスとなる。HSV よりも複雑な構造をしており、顕著なまでに整然としたゲノムを持ち人工的な起源を強く示唆している。コンピュータウイルス形態での SCP-1900 はゲノム内に、プログラム形態で自身を伝播させるためのメール文のキリル文字のアスキーコードを含んでいる。病原体としての SCP-1900 はヘルペスや軽度のウイルス性脳炎に似た初期症状をもたらす。痛みを伴う皮膚の失神、頭痛、そして稀に発作を起こす。SCP-1900 は免疫不全の患者以外には滅多に致命的となることはない。典型的な症状は2、8週間常に持続する。通常の HSV と同様に、SCP-1900 は神経節にとどまり無期限の潜伏期間に入る。研究の結果、SCP-1900 の潜伏感染は、感染した個体が現代的なコンピュータのモニターが放つ光の波長にさらされた時に、より外交的に、信頼的に、そして大量のドーパミンを分泌するようにする。加えて脳機能イメージングにより、異常な脳波パターンが持続し、かつそれが全ての感染者と同期することが明らかとなった。SCP-1900 はいずれの形態でも複製中に改ざんされることを防ぐ能力がある。毎月、SCP-1900 の新しいバージョンがボットネット内にリリースされ、両方の形態で急速に伝播する。病原体ウイルスの形態ではこれにより潜伏期間中のウイルスが再活性することは少ない。このアップデートの元をたどる試みはすでに不可能だと判明している。SCP-1900 は世界中の420万台のコンピュータと510万人に感染が広がっていると推定される。ホイ1903以下は SCP-1900 が送信する典型的なメール文のサンプルである、原文まま。Dear friend. Do feel like you're moving through life without any direction, without any clear sense for where you're going or what your purpose on this world is. Well, so did I until I read Dr. Brzezewski's book.
It told me how everyone out there was just a friend I hadn't met yet and how you just had to say hello. It may not sound like much, but THJT really gave me a sense of purpose and worth to build a better world where everyone lives in harmony and peace. If we just put our heads together, who knows what we'll come up with. So please, as a friend and maybe more, look at Dr. Briszewski's book. I've attached a digital copy for you until you can get a real one. I hope when we find ally meet you have the same purpose I do. Love, Androphilus. 約分。親愛なる友へ。あなたは、自分がどこに行こうとしているかやこの世界の目的は何であるかについての明確な意識がないまま、自分の人生が何の方向性もなく動いているなどと感じてはいませんか？私もブリシェフスキー博士の本を読むまではそうでした。この本は、向こうにいるミナ、エブリオン、はまだ会ったことのないだけで私たちの友人であるということと、どのようにして彼らに挨拶したらいいかについて書いてあります。あまり素晴らしい響きに聞こえないかもしれませんが、コフエ、スジュト、は本当に私に目的についての意識と、ミナ、エブリオン、が調和と平和の中で生きていける。より良い世界を作ることの意義を与えてくれました。私たちが何を思いつくかを知っているものについて、期待を寄せ合って一緒に相談できさえすればいいのに。というわけで、あなたの友として、あるいはそれ以上の存在として、ブリシェフスキー博士の本を読んでくださるようお願いいたします。あなたが本当の自分を得られますように、デジタルコピーを添付しました。私たちが最高、フィニーリー、に出会うとき、あなたが私と同じ目的を持っていてくださることを望んでいます。愛を込めて、アンドロフィルス。